沼にこれだけ近づいているにしては今までの連中と比べて症状が軽い気がする。沼の力が落ちているだとすればこれは由々しき事態だぞ。調査の必要がある。お伺いして早々に大変失礼をいたしました。お気遣いありがとうございます。噂だと？私の？私もいつの間にか随分と有名になったようだな。はい、もちろんでございます。魔女殿の偉大なるご光明はアマタイヤ王国まで届いております。ですがそのお姿、噂以上のお若さでいささか驚きました。偉大なる賢者でもある森の魔女マーリカ殿。ノックおきゅ。お前はおとなしくしてろよ。魔女殿、先ほどから気になっていたのですが、何なのですか？そちらの小さいお方は。あ、こいつか？こいつは私のしもべだ。私の許可なくお前を食ったりはしないから安心しろ。そうですね、人を食べるなんて。沼の魔女でもあるまいし、沼の魔女ならば出会ったが最後、私たちは体をもてあそばれ、実験台にされた挙句ネズミの餌にでもされていたでしょう。いや、それ以前に沼の魔女はとんでもなく不潔だという噂。その魔女が放つ臭気に耐えられず死んでしまう者もいるとかいないとか。沼の魔女に見つからずにあなたに出会えて本当によかった。なるほどな。それでお前は森の魔女様に何の用だ？それは実は私のこの体のことについてなのです。それは魔女の呪いだな。やはりそうなのですね。王国の宮廷魔女にもそう言われました。しかもこれは呪いのかけてしか解けぬような強力な術だと。波の魔女ならそうだろうね。それにしても顔の一部と尻尾だけとは、魔女の呪いにしては中途半端な仕事だ。完全に中華させられないなんて、呪ったのはよほどの半人前の魔女だぞ。マリカ殿のお力でこの呪いを解くことはできませんか？マリカ殿か。いいだろう。それじゃあ少しばかり薬の素材を探してきてもらおうか。そうだな、チッコリーの虫歯、火曜カエルの卵、それと悲しい話のエキス、この3つを持ってきな。そうしたらとっておきの薬を作ってやるよ。ありがとうございます。直ちに取ってまいります。あと私が戻るまでここであの者たちを休ませてはいただけませんか？私のために彼らにこれ以上無理をさせたくはないのです。好きにすればいいさ。それで連中が回復すると思うのなら。感謝いたします。ではよろしくお願いします。